遅い時間になりましてすいません、ご協力をいただいてありがとうございます、前回の記者会見以降、中東欧ということでチェコ、ポーランド、ブルガリア、ルーマニアの4カ国を訪問をし、関係閣僚と意見交換、また産業界との二国間協力の強化などについても議論をいたしました。ブルガリアは経済産業大臣としては約50年ぶり、これは中曽根康弘当時の通産大臣以来ということでありますし、ルーマニアは経産大臣としては初めての訪問になります。成果として大きく2点申し上げたいと思います。1点目は原子力、水素、アンモニア、CCES などの、いわゆるグリーントランスフォーメーション、この実現に向けたエネルギー協力の強化について、さまざまな合意が得られました。2つ目に、日本とこの中東欧地域との貿易、投資、IT 分野、など、経済関係の強化について、大きな方向性で合意、一致をしたところであります。まずエネルギー協力ですけれども、チェコにおいてシーケラ産業貿易大臣と会談をし、原子力強化に向けた協力覚書に署名をいたしました。今後、日本とチェコが革新炉の開発、サプライチェーンの強化などの分野で知見を重ね合い、両国関係のさらなる発展を期待をしております。また、ポーランドにおきましては、モスクワ気候環境大臣と会談をいたしまして、日本とポーランドの間で水素の協力の覚書を署名をいたしました。お互いの水素導入に向けた取り組みが加速していくことを期待をしたいというふうに思いますし、さらにモスクワ大臣との会談の中では、今後 CCS や原子力の分野においても取り組みを拡大していく可能性について議論をしたところであります。すなわちですね、両国とはまさに G7 の気候エネルギー環境大臣会合で確認された各国の事情に応じて多様かつ現実的な道筋を追求するというこの考え方に賛同を意が示されたところであります。両国とも石炭もかなりまだウエイトが高い中で、アンモニア、水素、CCS、こうしたクリーンエネルギー技術についてぜひ協力をしていきたいと、こういうことを確認をしたところであります。続いて経済関係の強化につきまして、まさに中東地域は欧州の製造サービスなどのハブ、ゲートウェイとして重要であるということに加えまして、まさにロシアによるウクライナ侵略を契機に地政学上、またウクライナ復興の拠点としても重要性が増しているということであります。こうした中でポーランドにおきましては、ブダ経済開発技術大臣と会談をしまして、新たに経済産業省と経済開発技術省との間で定期協議を立ち上げることで合意をいたしました。加えてジェトロとポーランド投資貿易長官で MOU を結び、これは更新ですね。さらにネクシーとポーランド輸出信用保険との間で MOU の署名を行いました。二国間の貿易投資の促進に加えて、ウクライナを含む第三国に向けたビジネスもですね、後押していくということを確認をいたしました。さらにウクライナの隣国、ここルーマニアにおきまして、ブルドジャ大臣とのバイ会談を行って、ウクライナ避難民を含むウクライナ人の雇用、あるいはウクライナ企業との連携促進など、さまざまな形でウクライナ支援に取り組んでいくことも確認をいたしました。このポーランドとチェコにおきましては、現地進出企業からの現地進出のしている日系企業から要望のあったビジネス環境の改善についても、両国の大臣に対して私から働きかけを行ったところであります。次に高い技術、IT 関係の高い技術、人材を有するブルガリア、ルーマニアでありますけれども、ブルガリアのストヤノフ経済産業大臣と、またルーマニアのブルドジャ研究イノベーションデジタル化大臣との間で、それぞれ二国間のデジタルイノベーションの経済協力に関する
覚書共同声明、これに署名をいたしました。この2カ国にはですね、日系企業8社に同行していただき、ビジネスミッションとして、ブルガリアでは AI ビッグデータの研究機関でありますインサイトを共に視察し、意見交換を行いました。またブルガリア、ルーマニア両国の大臣との会談にも、これら日本企業にも出席をいただいて、デジタルイノベーション分野での連携の強化に向けた意見交換も行いました。今後 IT 人材のマッチング機会を提供するジョブフェアなどのさまざまなイベントを通じて、スタートアップを含む IT 企業や研究機関の交流を進め、この地域と日本との間の連携を推進していきたいと思っております。非常に先端的な取り組みをこのブルガリアとルーマニア進めております。世界的に著名な研究者や企業も出てきておりますし、IT 人材が非常に豊富ということで、すでに日本企業も、例えばこのルーマニアにも NTT データ、日立、進出をして1000人単位での雇用を持っております。さらに今回、8社の企業の皆さんに来ていただきましたので、さらに、投資や交流、あるいは人材の採用なども進むことを期待をしております。全体で今回欧州8カ国を訪問をしました。国際情勢がまさに不透明な中で、自由貿易、経済安全保障、グリーン成長、グリーントランスフォーメーション、こういったことに共に取り組んでいく、まさにパートナーとしての欧州の重要性を改めて感じたところであります。まさに基本的価値を共有する欧州との幅広い連携強化に向けて、さまざまな分野で進捗、あるいは今後の取り組みの確認ができた、連携ができたというふうに考えております。今後も、今回の訪問を機に、日本企業がさらに取り組みを加速することもあると思いますし、また今度欧州側から各大臣も日本に来たいということもありましたし、企業も連れて行きたいというお話もありましたので、今後も引き続きそうした取り組みを強化をしていきたいというふうに思っております。インサイトの所長も近々来日をするということでありますし、ルーマニアは研究開発拠点をぜひ日本に作りたいということで、ありましたので、そうした表明もありましたので、ぜひサポートをしていきたいというふうに考えております。詳細については後ほど事務方からブリーフをさせていただきます。私から以上であります。それでは最初に幹事社のテレビ東京さんからご質問の方をお願いします。テレビ東京の阿部です。よろしくお願いいたします。はい。チェコやポーランドでは原子力や水素の覚書が結ばれまして、エネルギー分野では成果があったとのことですけれども、改めまして日本にとってのメリットや意義、また今後の具体的な取り組みについて大臣の考えをお願いいたします。はい。まずチェコではですね、シーケラ産業貿易大臣との間で2国間の原子力協力の覚書に署名をしました。私自身が議長を務めた G7 での共同声明を踏まえですね、またあの時アメリカ、フランス、そしてカナダ、イギリスと日本で原子力についての共同声明を出しましたけれども、 G7 以外の国としては同志国では初めてチェコと覚書を締結をいたしました。チェコは6基原子力発電所を持っておりまして、40年近くにわたる原子力発電を利用してきた実績を有している国であります。そうした多くの経験技術を有するチェコとともにですね、覚書に基づいて今後小型モジュール炉、いわゆる SMR、含む革新炉の開発、さらには季節原子炉の安全性向上の研究、サプライチェーン強化などの分野でですね、協力を進化させ、ぜひ成果を上げていきたいというふうに考えております。それからポーランドでは、モスクワ気候環境大臣との間で、水素政策や国際サプライチェーンの構築に関して、官民の協力を充実させていくという旨の
を内容とする水素協力に関する覚書に署名をいたしました。ポーランドは欧州で第3位の水素製造国であります。すでに水素戦略を有しておりまして、さまざま取り組みが進んでおりますけれども、そうした取り組みに日本のトヨタや東芝など企業も協力をしてきております。今回の覚書締結によってですね、水素利用のマーケットがさらに広がるということを期待をしたいと思いますし、国際的なサプライチェーンの構築に向けた協力が取り組む、進むことをですね、期待をしたいというふうに考えております。よろしいでしょうか。では続きまして、よろしいでしょうか。では続きまして、読売新聞の増田さん、お願いいたします。はい、どうぞ。はい、すみません、今回の出張では、ロシアとウクライナと地理的に近いところの国も訪問されていると思います。で、今後の対ロシア制裁、ウクライナ支援に関して、ウクライナ支援に関しては先ほども言及があったかと思うんですけれども、これについて、確認されたことを大臣から訪問国に要請もしくは伝えられたことがあれば、教えていただけますでしょうか。はい、先ほど述べた部分と繰り返しになる部分がありますけれども、まさにロシアによるウクライナ侵略を契機にですね、地政学上、さらにはウクライナ復興の拠点としてこの東欧地域の重要性が増しているということであります。その中でまさに基本的な価値を共有する同志国、この地域の同志国と連携をしていくことは重要だという認識であります。このような問題意識をこれらの国々とは今回共有できたものというふうに思います。まずポーランドにおいてはですね、先ほどもありましたけれども、ジェトロとポーランド投資貿易庁との間で MOU を更新をしました。またネクシーとポーランド輸出信用保険クケ、との間で MOU の署名を行いました。日ポーランドの2国間の貿易投資の促進に加えて、ウクライナを含む第三国、特にウクライナに向けたビジネス、貿易や投資、これを後押ししていくということを両国で確認したところであります。それから、チェコ、ポーランドではですね、すでに現地に進出している日本企業は、これまでもウクライナ人の雇用、非常に多く、採用していたわけですけれども、さらにそれに加えて侵略後にですね、ウクライナからの避難民も採用をしておりまして、受け入れておりまして、日系企業、1000人単位、1000人以上のウクライナ人を雇用している企業もいくつかあります。こういった雇用の面でウクライナ支援に貢献しているという面もあります。そして、こちらルーマニアにおきましてはですね、ルーマニアの IT 関係の人材は非常に高いレベルで豊富な人材があるんですけれども、ウクライナも IT 人材あるいは IT のスタートアップもたくさんあります。そうした中でウクライナの IT 人材の雇用であるとか、またスタートアップを含む企業との連携、さまざまな形でウクライナ支援を進めていこうということで、ブルドジャ大臣と一致したところであります。今後さまざまなルーマニア主催のそうしたイベントもありますので、日本から日本政府あるいは日本企業から参加をぜひ促していきたいというふうに思っております。ウクライナの今後の復興、戦後復興においてはですね、企業によるビジネスの視点、この関与が不可欠であるというふうに考えております。今回の訪問を契機にウクライナ復興に資する具体的な協力案件の組成に向けてですね、ぜひ後押しをしていきたいというふうに考えております。特に最前線である、このルーマニアあるいはポーランド、こうした国々のさまざまな情報状況も共有しながらですね、日本として支援できることをしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。何かご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。はい、遅くにすいませんでした。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。